自分の道は自分で選ぶしかないでしょ。レジハリ CM の平野仕様が語る生きるヒントとは近頃、平野仕様の活躍が話題となり、彼が歩む新しい道が多くの人に響いている。2月に入り、サントリー人の新 CM とデジタルハリウッド大学のプロジェクトへの参加が発表され、それぞれから感じる新たな展開に期待が高まっている。サントリー人の CM では、 平野は東京03の角田昭弘と共演し、居酒屋でミスジンソーダを楽しむ姿が描かれている。その際、清流のような爽やかな感想を述べる角田に対し、平野派、糸生生士、と独自の言葉で答え、軽妙な掛け合いが印象的だ。この CM は、真、清々しい人というキャッチコピーが印象的で、まさに平野が新しいフェーズに向けてのスタートを切ったことを象徴している。 同じ日に発表されたデジタルハリウッド大学の CM では、平野が後輩の相談に乗る先輩役として登場する。将来に迷う後輩に対し、本気で夢を追って、簡単じゃないんだってマジでと現実を伝えながらも、夢を実現できたら、きっと、最高だ。って思えるんだよと夢への情熱を伝える。最終的には、自分の道は、自分で選ぶしかないでしょ。と、自己決定と挑戦の大切さを強調する内容だ。 これらの CM を見て感じるのは、平野が新しい道を進む中で、自らの経験や価値観を表現していることだ。例えば、サントリー人の CM での、意図生成止、という言葉は、リフレッシュされた新しいスタートへの意気込みを感じさせる。デジタルハリウッド大学の CM では、夢への挑戦とその過程での成長が強調され、彼の人生哲学が滲み出ている。平野自身も、失敗してもいいという姿勢を大切にしており、 それが彼のメッセージの一環となっている。過去のインタビューや生配信で繰り返し口にするフレーズ、本当にやりたいことなのであれば、これで失敗してもいいと思えるはずなんですよという言葉には、挑戦と失敗を恐れずに前進する強さが感じられる。この姿勢は、多くの人にとって勇気づけられるものであり、平野のポジティブなエネルギーが共感を呼ぶ原動力となっている。挑戦という一歩を踏み出すことが恐れる中、 平野は自身の経験から、待っているだけでは夢は叶わないというメッセージを届けている。彼の言葉には、夢を追いかける人々に向けたエールとなる力が宿っている。失敗や試練があっても、それを乗り越える過程が大切であり、成功だけが全てではないという彼のスタンスは、今の時代において共感を呼ぶものがあるだろう。最後に、平野史洋が選んだ道が正解であるかどうかは他者にはわからない。 しかし、彼はその道を自ら正解にし、進む先で自分を最高に感じることができる信念を持っている。その選択が正しいかなんて、今の時点じゃ誰にもわかんないしという言葉が示すように、未知の道を歩む中での成長や発見こそが、彼にとっての最高の結果なのかもしれない。平野仕様の新たな一歩が、コミュニティに新たなエネルギーをもたらし、未来への希望を広げていくことでしょう。